アルベマールは南北戦争中のアメリカ連合国海軍の蒸気駆動装甲艦で近代式昇格を有していた。アルベマールはノースカロライナ州の町及び湾の名前だが、それらはカロライナ植民地の所有者の一人であった初代アルベマール港ジョージマンクに由来している。1862年3月6日から3月9日に、 行われたハンプトン・ローズ海戦において、南軍の装甲艦 CSS バージニアは、寄贈艦で構成されていた北軍の封鎖艦隊に勝利した。この勝利により、昇格付き装甲艦の攻撃能力を評価したアメリカ連合国海軍省は、1862年4月16日、当時19歳であったノースカロライナ州、エリザベスシティのギルバート・エリオット中尉と、 心臓装甲艦の建造契約を結んだ。エリオットはバージニアより小型ではあるが、ノースカロライナ沿岸において北軍の戦闘艦を撃破する砲艦建造の責任者となった。エリオットが結んだ契約では、この昇格艦を建造する場所は自由に選べることになっていたため、プランテーションの所有者であったピーター・スミスの協力を得て、ロアノ奥ク川上流のエドワード・フェリーと呼ばれる。 場所の近くのトウモロコシ畑に小さな造船所を建設した。スミスは造船所の管理者に任命された。川の水深は浅く、北軍の砲艦が接近することはできず、建造中に破壊される恐れはなかった。エリオットの詳細なスケッチに基づいて、連合国海軍の主席造船技師である、ジョンポーターが30度に傾斜した8面の装甲板で、 構成される砲角に大砲を収納し、全部に昇格を持つ砲管の設計図を描いた。砲角内には6.4インチの旋回式、ブルック砲が前後に一門ずつ搭載された。双方とも、砲角に開けられた三箇所の砲門から砲撃が可能であった。六箇所の砲門は重い鉄のシャッターで防御されていた。エリオットが製造した2機の 200HP 蒸気機関で、 二軸の三枚スクリューを駆動した。建造は1863年1月に開始され、翌年中も作業が続いた。この噂が近くに駐屯していた北軍部隊の注意を引いた。彼らは陸軍省に対して後にアルベマールと呼ばれる装甲艦破壊のための遠征隊を派遣するよう要請した。しかし陸軍省はこのような任務のために 予備の舞台はないと判断した。後にこれは非常に禁止眼的な判断であったことがわかる。アルベマールは2門の6.4インチブルック砲を搭載していた。二重体補強型で重量は12000ポンド以上あり、他の関連器具とともに旋回台に乗せられていた。2門とも方角の中央線に置かれており、1門は前方、1門は後方。 射撃可能で双方ともに2回は左右180度あった。射撃の際には、それぞれに対して3箇所ある砲門のいずれかを使用するか、あるいは側面に移動させることも可能であった。搭載しているブルック砲は、榴弾、対人キャニスター弾、武道弾のほか、北軍の装甲艦に対抗するために、連鉄製の鉄鋼弾も搭載していた。 CSS アルベマール1864年4月、収益したアルベマールは、ジェームズ・クック大佐の指揮の下、ノースカロライナ州プリマスへ向かってロアノーク川を下った。与えられた任務は、ロアノーク川の北軍の船舶を相当し、ロバート・ホーク少将の旅団によるプリマスの要塞への攻撃を可能にすることであった。アルベマールは、町の上流約三マイルの地点に怒りを下ろし、 パイロットのジョン・ロックは二人の水兵と共に小型ボートに乗って水深を図った。北軍はスローフェアギャップ阻害物を沈めていたが、そこから水面までは10フィートの余裕があった。クック大佐は直ちに出動を命じ、水路の中央を通って無事に阻害物を通過した。ウォーレンネックとボイルズミルの北軍要塞からの射撃はアルベマールの走行によって跳ね返された。 しかしながら、アセスマイアミとアセスサウスフィールドの2隻の外輪砲艦が、スパーと鎖でお互いをつなぎ、アルベマールの両側を通過することによって絡め取る、ことを試みた。この攻撃を回避するため、クック大佐は右縁に舵を切り、川の南岸に危険なほど接近し、サウスフィールドの外側に逃れた。その後直ちに方向を変え、サウスフィールドに昇格攻撃を行った。 アルベマールの昇格はサウスフィールドを捉え、しばらくしてサウスフィールドは回転するように沈没した。これによりアルベマールは昇格を引き抜くことができた。アルベマールがサウスフィールドへの昇格攻撃で動けなくなっている間にマヤミが至近距離から榴弾で攻撃してきたが、アルベマールの傾斜走行はこれを跳ね返し、砲弾はマイアミの艦上で炸裂した。 この爆発で艦長のチャールズ・フラッサー大佐は戦死した。マイアミの乗員はアルベマールへの接原して、これを捕獲しようとしたが、アルベマールからマスケット銃による反撃を受けて失敗した。その後マイアミはアルベマール湾に脱出した。ここにいるアノーク側から北軍の艦艇は一掃され、アルベマールからの支援砲撃を得たホーク少将はプリマスへの攻撃を開始し、 プリマスと近隣の要塞を落とした。アルベマール湾の海戦、1864年5月5日。左から、アセスコモドール、ハル、アセスワイアルージング、アセスササカス、アルベマール、アセスマタベセット、CSS ボムシェル5月5日、アルベマールと露革した CSS ボムシェルは、兵士を乗せた CSS コットンプラントを護衛してロアノーク側を下っていた。 そこで4隻の北軍軍艦、マヤミ、アセス・マタベセット、アセス・ササカセ及びアセス・ワイ・アルージングと遭遇した。4隻合計で、大砲の数は60門を超えていた。最初に発砲したのはアルベマールで、マタベセットの2門の100ポンドバロット砲の捜査員6人に傷を負わせた。続いて、マタベセットに昇格攻撃を試みたが、これはかわされた。 後続していた、ササカスは、原則の9インチ及び100ポンド砲で、攻撃ししてきたが、アルベマールはこれを跳ね返した。しかしながら、走行を許しない、ボムシェルはササカスの砲弾で撃ち抜かれ、北軍に降伏、露覚された。ササカスのフランシスロー少佐は、400ヤードの距離にアルベマールを認め、これに対して、昇格攻撃を行うことを決めた。ササカスは、 全速でアルベマールの側面に直角に衝突した。ササカスの艦首の木材部分は粉々になり、ブロンズ製の昇格もねじり取られてしまったが、両艦もに動けなくなってしまった。ササカスの船体はアルベマールのブルック砲に触れそうな位置にあったため、アルベマールの乗員は至近距離から2発の砲弾を発射し、1弾がササカスのボイラーを破壊した。 蒸気が戦隊中に吹き荒れたが、なんとかアルベマールから離れて、大砲の射程外に出ることができた。マイアミは、最初外装水雷を用いて、アルベマールのスクリューか、火事を破壊しようとしたが、いずれも失敗した。この戦いで500発以上がアルベマールに対して発射され、煙突と他の部分も損害を与えたが、ロアヌーク側を勝利者として航行し、翌朝には、 プリマスに到着した。アルベマールは1864年の夏の間、プリマスまでのロアルーク側の確保に成功していた。秋になってアメリカ合衆国政府は実行可能な作戦があるかの調査を行うことを決定した。北軍海軍はアルベマールを破壊するいくつかの案を考え、その中にはウィリアムクシング隊の2つの案も含まれていた。海軍は 最終的にクッシングの案の一つを採用した。この案は彼自身が2隻の外装水雷を装備した小さな蒸気ランチを率いるというものであった。クッシングはニューヨークで建造中の30フィートの小海艇2隻を見つけ、これを彼の任務のために確保した。どちらの艇にも十二本ドダールグ連流弾砲を備え付け、艇の先端水面下には十四フィートの長さのスパーを 取り付けた。一席はニューヨークからバージニア州ノーフォークまでの航海中に沈没してしまったが、もう一席は7人の士官及び乗員と共に、ロアノーク側川口に無事到着した。ここでスパーの先端に引きずな起爆式の水雷が取り付けられた。10月27日から28日にかけての夜、クッシングと彼の部下は川を上流に向かって動き出した。 小さなカッターを一石随伴させていたが、カッターの乗員の任務は沈没したサウスフィールドに経由されている南軍スクーナー上の保障からの妨害を阻止することであった。闇にまみれて、二石もにスクーナーに気づかれることなく、その脇を通過した。このため、クッシングは22名の部下全員を使ってアルベマールを奇襲、路獲することにした。 アルベマールとササカスの戦闘。1864年5月彼らが南軍ドックに近づいた時その幸運は終わり、闇の中に位置がバレてしまった。カシ子及びアルベマールから激しい小銃やピストルでの射撃が浴びせられた。小回転がアルベマールに接近した時、アルベマールが浮遊木材で防御されていることを発見した。しかしながら、 何ヶ月も水中にあったために、木材の表面は付着物でドロドロになっており、小海底は特に困難なく、それに乗り上げて通過することができた。スパー先端がアルベマールの船体に達すると、クッシングは手の先端に立ち、引き綱を引いて、水雷を爆発させた。この爆発の衝撃ため、クッシングと乗員は川に投げ出された。クッシングは軍服をほとんど脱いで、 カシに泳ぎ着き、南軍の捜索隊から逃れるために、翌日の日中はそこに隠れていた。午後になって、小さなボートを奪うことができ、自身の腕と手を折る代わりにして、川口の北軍陣営に戻るためにゆっくりと川を降り始めた。クッシングの逃避行は、危険なものであり、捕まりそうになったこともあり、ほとんど溺死しそうになったこともあった。北軍陣営に無事帰還したとき、 その困難のためクッシングは疲弊しきっていた。その大胆な功績のためクッシングは国民的英雄となった。他の乗員のうち、カズトは脱出に成功、二人が爆発後に溺死し、残りは捕虜となった。クッシングの大胆なコマンド攻撃のため、アルベマールの喫水部付近には馬車が通り抜けられるほどの穴が開いてしまった。 アルベマールはすぐに沈み始め、6フィートの川底に着底した。川底は十分に硬かったため、方角上部は水面上にあり、上部乾板の形容ポールには、アルベマールの大きな南軍海軍軍機が翻っていた。南軍の指揮官で1ヶ月前にアルベマールの艦長に任命されていたアレクサンダー・ウォーレイは、後にアルベマールのブルックホルト砲弾を、 プリマス防衛のために引き上げている。クッシング隊はアルベマールの無力化に成功したことにより、海軍からバトルスター賞を授与された。プリマス艦落後、合衆国海軍はアルベマールを引き上げ、船体の穴を一時的に塞いだ。戦争終了後、砲艦セレスがノーフォーク海軍造船所までアルベマールを栄光し、1865年4月27日に到着した。 6月7日、船体修理の命令が出され、しばらく後にアルベマールはカンドックに入れられた。工事は8月14日に完了した。2週間後、アルベマールはワシントンの捕獲審判所の勝ち見積もりを受けた。ノーフォークでは稼働可能状態で係留されていたが、1867年10月15日に競売にかけられるまで軍務に服することはなかった。 落札したのは JN レナードカンパニーであった。その後の消息は不明であるが、おそらくは売却のために解体されたものと思われる。6.4インチブルック砲のうち1門はノーフォーク海軍基地の大西洋軍司令部に展示してある。煙突はノースカロライナ州エリザベスシティのアルベマール博物館に展示してある。 捕獲審判所の判断全長63フィートの3、8サイズのアルベマールのレプリカが2002年4月からプリマスのプリマス紅博物館の近くに係留されている。このレプリカは自走可能である。毎年4月最後の週末にはこのアルベマールのレプリカはロアの奥側を航行している。ありがとうございます。